昨日中部空港の国際線で LCC 格安航空会社ピーチの中部空港台北便が就航し記念のセレモニーが行われました中部空港を発着する台北便は現在チャイナエアラインとタイガーエア台湾が運航していますが国際線の便はピーチとしては初めてです中部空港初の便は搭乗率が85.5%で利用客は154人でした 今朝中部空港に到着した台北発の便は95.5%の搭乗率だったということです。楽しみです。断丸でゼロ泊3日で行けるので初めてです。<お>台湾の食べ物すごい日本で人気なので、はい、台湾カステラですかね。あのセントレアをやっぱり台湾の方々にももっともっとしていただいてインバウンド拡大できるんじゃないかというところにちょっと貢献したいなと。 ピーチは台北便を片道料金1万4480円からで毎日1往復で運行します。